公共曲第3番に単調は、グスタフ・マーラーが1895年から1896年にかけて作曲した公共曲。全6楽章からなり、第4楽章にアルトドク章、第5楽章にアルトドク章と、児童合唱、女性合唱を導入している。演奏時間は約100分。マーラーの公共曲としても、 また通常の演奏会で取り上げられる公共曲としても最長の曲としてかつては世界最長の公共曲としてギネスブックに掲載されていた作曲時にマーラーは全曲を呼び各学章ごとにも表題を付していたが出版時にこれらをすべて削除している交響曲全体の表題は初期には幸福な生活から夏の夜の夢その後 楽しい学問から、夏の朝の夢、夏の真昼の夢などと変遷している。各学章に付けられていた表題も含めて、これらは作曲と並行して考えられていたものであり、音楽の内容と深く結びついている。従って、演奏や録音の際の解説では、作品理解の助けとして、各学章の表題が紹介されることが多く、 公共曲の副題として、夏の公共曲あるいは、夏の朝の夢などとするものも一部にある。もともと7楽章構成で構想されたが、最後の楽章は分離されて、公共曲第4番の第4楽章となった。このため、第3公共曲の第5楽章と第4公共曲の第4楽章には、同じ旋律素材が見られるなど、2つの作品には、 音楽的に関連がある。また、公共曲第2番も含めて、声楽の歌詞に、歌曲、少年の魔法の角笛を用いていることから、これらを、角笛三部作とくくることがある。マーラーは、1891年3月26日に、ハンブルク市立劇場の指揮者に就任すると、1893年から、ザルツブルクの東方5 0トルにあるアッター。 小判のシュタインバッハで夏の休暇を過ごすようになった。シュタインバッハには妹のユスティーネや友人でビオラ奏者のナタリー・エヴァウアー・レヒナーをしばしば伴っている。1894年にはこの地に作曲小屋を建て、6月から8月の間小屋にこもって作曲するようになった。1897年4月にハンブルクを離れるまでの間、 シュタインバッハで1896年までに、公共曲第3番のほか、公共曲第1番の改訂、公共曲第2番の完成、歌曲集、少年の魔法の角笛が手掛けられている。シュタインバッハでのマーラーの生活は規則正しいもので、早朝に起きると午前中は、作曲に専念、昼は、食事や会話を楽しみ、午後は、近くの森や、 牧場や湖畔を散策、夜は読書と会話に当てられた。夜の読書では、ドストエフスキーやショーペンハウアー、ジャンパウル、ニーチェなどの思想や小説を読み、時に、ニュートンやテオドール・フェヒナーなど、自然科学の分野の著作にも手を広げた。一方、1895年2月6日に、マーラーの14歳年下の弟夫が、ピストル自殺しており、 これによってマーラーは衝撃を受けた。その後作曲された公共曲第3番にこの事件の直接的な影響を見ることはできない。しかし、第2番までに見られる自助伝的性格や人間の生死の葛藤といったテーマから、これらも包含するような自然参加的な内容を第3番は持っており、マーラーの目を 自然界に向けさせたきっかけの一つとして、弟の死があったと見ることも可能である。公共曲第3番は、1895年の夏に、第2楽章から第6楽章まで作曲され、翌1896年に第1楽章が書き上げられ完成した。当初構想されていた第7楽章は、すでに1892年に独立した歌曲として、 作曲され、初演もされていたが、最終的に、第3番には採用されず、後に、公共局第4番の修学賞として使用される、ことになる。マーラーは1896年6月の終わりには、第7学賞を削除することを決め、8月6日付で、批評家マルシャル君に当てた手紙で、僕の作品が完了したと述べ、手紙の中に表題を書いている。 表題はそれまでにいくつか変遷をたどっているが、この時マーラーが手紙に示した表題が最終的なものと考えられ、次のようなものである。第一部、第二部しかし、これらの表題は後に誤解を受けるとして、マーラー自身の手により破棄されたため学府には書かれていない。指揮者のブルーノ・ワルターは、1894年から1896年まで、 ハンブルク歌劇場で、マーラーの助手を務めていたが、1896年の夏マーラーに招かれて、シュタインバッハを訪れた。ワルターの回想によれば、この時、帰船で到着したワルターが険しくそびえるレンゲベルクの岩山に目を止めて簡単していると、迎えに来たマーラーが、もう眺めるに及ばないよ。あれらは、全部曲にしてしまったから、と冗談っぽく語ったという。 休暇の終わりには、ワルターは、新しい公共曲を、マーラーのピアノ演奏で聴いている。このような多忙さもあって、マーラーは、ウィーンへの進出を図るようになる。1895年から翌1896年の7月、マーラーは、バートイシュルで秘書中のブラームスを訪れ、その地具を得ようとした。当時のウィーンの楽団を二分にする。 音楽勢力としてはワーグナー派に属するマーラーであったが、ブラームスからは道徳的立場からの支援を取り付けることに成功した。この交響曲の第一楽章冒頭で、八本のホルン、再奏でによって提示される主題は、ブラームスの交響曲第1番の有名なフィナーレ主題や大学祝典序曲との関連が指摘されており、あるいはブラームスへの賛辞など何らかの意図が、 含まれていることも考えられるが、真相は不明である。マーラーの前に立ちはだかったのは、ブラームスではなく、すでに個人となっていた、ワーグナーであった。ワーグナーが唱えた反ユダヤ主義が、ユダヤ人音楽家であるマーラーのウィーン進出の、障害となったのである。マーラーは、ハンブルク歌劇場で進行のあったソプラノ歌手。 アンナ・フォン・ミルデンブルクの説得もあり、1897年2月23日に、ユダヤ教から、ローマ・カトリックへと改修し、同年5月11日、念願のウィーン宮廷歌劇場の音楽監督の座に、就く。全6学章からなるが、経過で述べたようにマーラーは、第1学章を第1部、第2学章以下を、第2部としていた。第1楽章は最後に書かれており、 後の楽章、特に第四楽章、第六楽章とは、音楽の素材に、直接の関連がある。力強く、血然と二単調四、四拍子拡大された、そナタ形式演奏に30分以上を要することの、多い壮大な楽章である。八本のホルンの清掃で出るのが第一主題。この主題は、ブラームスの公共曲第一番のフィナーレ主題の、進行や、 同じく、ブラームスの大学祝典助曲に用いられた学生歌、僕らは立派な学び者を立てたと似ている。金管や打楽器に重々しい行進曲のリズムが現れ、低減の急速に突き上げるような動機やトランペットが半音階的に上昇する動機が加わる。弦のトレモロの中で、ホルーンが叫びのような第二主題を奏する。興奮が静まると、 木管のコラール風な動機に導かれて、大声が滑らかな第三主題を出す。この部分が目覚めるパンに当たると考えられる。バイオリン独奏が続き、長い休止となる。ここまでが、マーラーが表題に記していた助奏に当たる。再び更進曲のリズムが現れ、トロンボーン独奏が第二主題に基づく自由な変形を助章風に。 そうしていく。やがて第三主題に基づいて、軽快な行進曲となり、クラリネットが第四主題を示す。第一主題が蝶々で明るく、ホルンに現れ、第三主題が続く。第四主題を経て力を増していき、第一主題に基づいて、大きな頂点を作る。この焼結日はフィナーレにも再現する。ハープのグリスサンドも加え、強烈になったところで、 展開部に入る。展開部は、ホルンの第2主題で始まる。低弦の突き上げる動機やトランペット動機で、高涼とした雰囲気になるが、静まると、再び序章風なトロンボーン独奏が現れ、イングリッシュホルンが受ける。弦のトレモロ、バイオリン独奏に続いて、トランペットと、ホルンが遠くで掛け合う中で、第1主題、木管のコラール風同期が示される。 曲奏が和らぎ、ホルン独奏とバイオリン独奏が絡み、オーボエ、チェロ独奏と受け継がれて、多彩な効果を示す。クラリネットが加工していくと、低減の小刻みなリズムを繰り返し、次第に高まっていく。定時部の様々な素材が組み合わされ、トロンボーンの第一主題が大きく示されると興奮は、頂点に達し、様々な各楽器がランブのようにカデンツァ風に。 掛け合いながら楽器を源じ、最後に小代子だけが残る。そこにホルンの第一主題が登場し、曲は再現部に入る。再現部は助走部が縮小され、すぐにトロンボーン独奏による助走となる。第二主題は明確に再現されない。低減のリズムから更新曲となり、第三主題、第四主題が再現、ホルンで第一主題が出ると、 曲は大きく好調していく。やはり消結尾のクライマックスが築かれ、ハープのグリッサンドが出ると、そのまま短いコーダとなり、速度を早めて、喜ばしくなり、最後はえ蝶々で結ばれる。演奏時間は、約30.5から44分程度。テンポディメヌエット極めて穏やかに、イ・蝶さ3、4拍子アババのロンド形式主部は、弦のピチカートの上に、 覚えが穏やかな主要主題を出す。中間部は、A へ単調で、3、8拍子から2、4拍子、9、8拍子と、リズムが変化する。2回目の中間部はさらに目まぐるしい変化を見せる。主要主題は再現するたびに、オーケストレーションが変えられていく。結尾になると、中間部も引用し、最後に、弦の高いフラジオレットのワウンで終わる。 演奏時間は9から12分程度。コモドスケルツアンド急がずに、破綻調に、4拍子複合三部形式主部は、それ自体が三部形式を取る。弦のピチカートに乗って、ピッコロが、ギガ的で、幾分物悲しげな主題を出す。これは、少年の魔法の角笛から、夏の歌い手交代の引用である。木管が、小鳥のさえずりのような恩恵を示す。 テンポを早めると、バイオリンが、新しい動機を出して活気づき、展開風に扱った後、主要主題が戻る。やがてトランペットが、信号風の動機を示すと、中間部となる。中間部は、ポストホルンによって長い旋律が歌われる。途中、二度ほど、主部の曲調が戻るが、神秘的な森の雰囲気が、支配的。ポストホルンの演奏は難しいため、 トランペットが弱音域をつけて吹く場合もある。主部が再現するが、ポストホルンがもう一度改装されると、鳥の声のような動機を各楽器が繰り返して、急激に高潮し,し、変補短調のアウンで爆発する。金管の厳かな響きからまた力を増していって、その頂点で曲を閉じる。演奏時間は15から19.5分程度。極めて緩やかに、 神秘的に一貫して、PPP で二長長に、二拍子アルト読書が、ニーチェの、サラトゥストラは、こう語った第四部、第十九章、ヨユタの、第十二節、サラトゥストラの臨床から取られた歌詞を歌う。オーケストラの感想を挟んで二部構成となっている。助奏などに現れる動機は、第一楽章との関連が深い。弦が、静かに消えるようになったところで、 次の楽章に切れ目なく続く。演奏時間は8.5から11分程度。快活なテンポで、大胆な表出で、蝶々を4、4拍子で3部、形式児童合唱が鐘の音を模した、ビムバムを繰り返し、アルトと女性合唱が、少年の魔法の角笛の、3人の天使は歌うに、基づく歌詞を歌う。ビムバムの恩恵は、 第一楽章のコラール風同期が原型である。中間部分では、単調となり、アルトに導かれて、公共曲第四番の修学賞で節を締めくくる、重要な楽区が現れる。この楽章では、バイオリンは休み、感覚器の響きが主体となる。児童合唱と女性合唱が共に歌う、ビムバムで、楽章が終わり、次の楽章に休みなく続く。 演奏時間は3.5から4.5分程度。緩やかに、安らぎに満ちて、感情を込めて二長丁44む、四拍子変奏曲の、要素を持つ自由なロンド形式 A を主要主題部、B を副主題、C を第一楽章小結尾の再現とすると、全体の構造は A、ABCABCACA こだ。弦楽合奏による、美しい主要主題がそされる。 次に副主題部となり、木管が加わってくる。主要主題が復帰する前に短く、第一楽章の消結日が改装される。この主題も再現されるたびに明確になっていく。やがてバイオリンに主要主題が戻ると、木管の新しい対戦率が伴っている。副主題部の再現は、より長く、変装的になっており、ホルニア・バイオリン独奏。 応えなど木管楽器によって情熱的に高まっていき、やはり第一楽章の消結美の主題が改装される。主要主題を暗示しながら進み、さらに第一楽章の消結美部分が再現し、不協和音による頂点に達する。静寂の中でピッコロに導かれて金管に主要主題の再現となる。ここから曲は次第に力を増していき、 エピソード部分の素材も輝かしく変形され、全管弦楽による主要主題の巨大な歩みとなる。その後、壮大なコーダになり、感動的に全曲を締めくくる。演奏時間は20.5から34.3分程度。公共曲第3番において、マーラーが最終的に表題をすべて外してしまった理由としては、当時、表題音楽が、 低級なものとされる風潮があり、この公共曲も同様に受け取られることを恐れたからだとされている。マーラーは公共曲第1番や第2番でも、表題を部分的に、時には全体的に用いたことがあるが、この場合、表題に基づいて作曲したというより、聴衆の曲への理解を助ける意図が大きかったと見られる。しかし、第3番では、 表題の構想と作曲は並行して進んでおり、聴衆の理解を助ける意図も含まれていたにせよ、曲の内容がこれらの表題と密接に関わっていることを示している。この曲がマーラーの田園公共曲だとする見解については、マーラーは1896年11月に友人の音楽評論家、リヒャルト・パトカに当てて次のように書いている。 私には、いつも奇妙なことと思われるのだが、多くの人たちは、自然について語るとき、ただ花とか、小鳥とか松林の風景だけを思い浮かべている。ディオニュソスの神とか偉大な牧神のことを誰も知らない。そこなのだ。表題がある。つまり、どのように私が音楽を作るかの反例だ。どこでも、そして、いつでも、それはただ自然の声なのだ。マーラーは、当初、 公共曲全体に幸福な生活から夏の夜の夢という表題を与え、その後、喜ばしき知識、喜ばしき知識から夏の朝の夢、夏の真昼の夢などと変遷している。この中の喜ばしき知識とは、ミリチェの著作に習った表題である。各学章の表題も公共曲全体の表題と共に変遷が見られ、当初からのものも含めて示せば、 以下のようになる。マーラーが、友人レールに宛てた手紙では、これは、おそらく、これまで僕が作曲したもののうち、最も成熟した、最も独創的なものだとし、この公共曲は、世界が、未だ、かつて耳にしたことのないようなものだ。そこでは、自然界全体が一つの声を得て、人が、夢の中で予感することしかできないほどの奥深い、秘密を物語るのだと述べている。 また、1896年7月にあんな本、ミルデンブルクに宛てた手紙でも、公共局第3番の第6楽章について触れ、私は大体のところ、この楽章を愛が私に語ることと名付けることができると思います。これは、神がただ愛としてのみ把握されうるものなのだという意味からです。このようにして、私の作品は、 階段的な上昇で発展していく、あらゆる段階を含む音楽的な詩となっているのです。それは、生命のない自然で始まり、神の愛まで高められていきますと述べている。マーラーが第4楽章で歌詞として用いた、サラトゥストラは、こう語ったわ、フリードリヒ・ニーチェが1883年から1885年に、渡って書いた著作で、四部からなり、続編は、 構想だけで未完成となった。出版されたサラトゥストラは当時の懐疑的な知識人の間に大きな影響を与えた。マーラーの公共曲第3番はサラトゥストラから歌詞を引用しているだけでなく、ニーチェの他の著作である喜ばしき知識を曲の全体的な表題として考えていること、第一楽章の表題として考えていた。 ディオニュソスの更新もディオニュソスについても、ニーチェの思想では重要な意味を持つことなど、公共曲全体が、ニーチェの思想と深い関連があると考えられる。一方、同じく、サラトゥストラは、こう語ったを原作を元にして、リヒャルト・シュトラウスが、同盟の公共詩を作曲したのは1896年、夏であり、マーラーの公共曲第3番の完成と同じ時期で、ある。 リハルト・シュトラウスの公共詩では、冒頭、トランペットの動機に続く、曹操の後、ピンパニが四度音程を交互に叩く部分が非常に有名である。また、この公共詩はマーラーが公共曲第3番の第4楽章で用いた、夜裕の部分に至り、12時の鐘が鳴らされると、虚無的な沈黙となって消えていく。これに対して、マーラーも同様に、 余裕歌を題材にしつつ、直接にはニーチェを引用していない、修学賞の最終場面において、シュトラウス同様のティンパニの4度音程連打を用いて、全曲を肯定的に終わらせていることは、両者の違いとして際立っている。ありがとうございます。